おはようございます。ひめくり心理学者の時間です。本日の人物は、も田ら二郎いや、キリッとしてますね。なんか引き締まった感じです。さあ、この引き締まった表情のですね、も田ら二郎先生ですけれども、日本最初の心理学者として知られています。えー、アメリカでですね、スタンレーホールの下で心理学を学んだも田ら二郎はですね、 文徒のもとで心理学を学んできた松本又太郎と共にですね、日本の心理学の発展に寄与することになりますえ。その時ですね、心の科学としての心理学実験室の設立であったりとか、様々な研究方法のノウハウを日本に持ち帰り、そして日本の心理学の発展に寄与したと言われています。それにしても日本の心理学者、なんでこうもまた 読ネームさん多いんでしょうね。